防衛省は、次世代戦闘機開発に、向けた国産初のステルス実証機を、2月、国内で初飛行させる。実証機の技術を活かし、航空自衛隊に現在配備している F2 戦闘機の、後継機の開発を進め、2028年度以降の部隊配備を、目指す。実証機は全長約14メートル、全幅約9メートルで、実際の戦闘機より一回り小さい。機体は三菱重工業。エンジンは IHI が製造した。開発は9年度から始まり、開発費は約394億円。レーダーに映りにくいステルス性を備える航空機の飛行が成功すれば、米国、ロシア、中国に続くという、今月末の地上滑走試験を経て、2月に愛知県営名古屋空港、同県豊山町、から空自岐阜基地、岐阜県鏡原市、まで、初飛行させる。3月に実証機を引き受ける防衛装備庁は16年度に、飛行試験を行い、レーダーへの映りにくさや機動性などのデータを、蓄積する。その後、次期戦闘機を純国産にするか、国際共同開発、生産にするか、判断し、設計、製造に進む。同庁はステルス機について、日本周辺の防空、戦闘能力が高まり、抑止力が向上する。国内企業の技術基盤の底上げにもつながる、としている、朝日新聞社。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を、お願いします。スマホの方は、動画の下のチャンネル登録から、お願いします。動画の評価をしていただけるとありがたいです。